こんにちは、戸田悟です。今日は話題のハイエンドスマホ、Galaxy S10 Plus と S10 についてレビューしていきたいと思います。例によってすごい編とがっかり編に分けてお届けしますのでご期待ください。はい、Galaxy S10 シリーズですね。こちら、まあ、小さい方が S10 で大きい方が S10 Plus なんですけれども、まず注目したいすごいポイント、このディスプレイですよね。これ有機 EL のですね、世代の新しい非常に美しい、ディスプレイなんですけれども、まずはですね、この額縁の狭さ、まあこれあのブラウザーとか開くとよくわかるんですけれども、もうほとんど額縁感じられないですね。で、あのインカメラもこういったレーザーでカットしてると思うんですけれども、ピンホールタイプになってます。こちらもですね、こちらのカメラが2つになるのでちょっと大きくなってますけれども、切り欠けあまり気にならないと思いますね。非常にこのディスプレイがいいというのが、特徴なんですけれどもここでですね、ちょっとライバルの iPhone を並べたいと思います。 iPhone の XS Max ですね。こちら実はですね、僕がチェックした限り明るさは iPhone の方が、勝ってます。ちょっとがっかりなんですけれども、はい、iPhone の方が、まあ、ビデオどこまで映ってるか微妙なんですが明るいです。ところが、このまま2台を持って、明るい屋外に出るとですね、実は逆転します。S10 の方が見やすくなります。で、これはあのビデオが撮れないので静止画で撮っているのでちょっとご覧いただきたいんですけれども、明るい日中に写真を撮るといった時には、Galaxy S10 の方が iPhone よりもくっきり見えます。で、まあ、両者引き分け、だと思います。室内と屋外ありますから。ただ、まあ、周囲がですね、この左右の部分が RO 描いているとか、Galaxy S10 にも非常に魅力的な部分があります。はい、すごいポイントその2ですけれども、本体の質感が非常にいいことですね。側面はステンレスだと思います。金属の質感がとっても良くて、こちらのガラスもですね、質感は非常にいいです。はい。ベンチマークのスコアももう非常に高いですね。これ今シーズンのハイエンドモデル、まあみんな同じなんですけれども、スナップドラゴンの855を積んでいるということですね。非常に快適にヘビーなゲームもサクサク動きます。はい、カメラはトリプルになってます。注目したいのは超広角ですね。123度、人が目で見ている範囲とほぼ同じ、角度で、広角が撮れるというのがポイントになってます。あのカメラの画質とか写真の作例についてはアプリ用のレビューの方に書いてますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、指紋センサーがディスプレイに内蔵されています。で、これをタッチするだけでこのように開くわけですね。もう一度やってみましょう。これで開きます。で、いちいちこんなことしなくてももう黒いスタンバイの状態からこうタッチするだけで開く。これはですね、結構使うと感動すると思います。他のモデルでもディスプレイ内蔵の指紋センサー使ってみたんですが、Galaxy S10 シリーズはとってもレスポンスがいいです。はい、何がすごいって実は価格、特にドコモが今シーズン頑張ってまして、S10 でドコモで8万円台、S10 のプラスでも10万円ちょっとで買えます。これ非常に、お買い得だと思います。ライバルもですね、同じようにドコモで買えば安く手に入るんですけれども、8万円台っていうのはかなり意欲的なプライスだと思います。